お世話になっております、マサルです。今回はシスコデバイスの導入に必要な知識を3つお話ししていきたいと思います。1つ目は iOS、 2つ目はセットアップモード、最後が CLI の基本操作です。特に CLI の基本操作は絶対に見てほしいところです。次回以降の動画では CLI の基本操作を知っている前提で話を進める部分があるので、ぜひ一緒に学習して CLI の基本操作に慣れてほしいと思っています。それでは始めていきましょう。まず iOS についてお話ししていきます。 iOS と聞くとこの iOS を想像するのではないでしょうか。 CCNA で話す iOS はこの iOS ではないので注意してください。ここで話す iOS はシスコ独自の OS、 シスコ iOS のことです。 OS というと Windows、 MacOS、 Linux などが思いつくと思いますが、シスコの機器は iOS という独自の OS によって制御されて動いています。参考書や問題集で iOS という言葉が出てきた時に混乱しないように気をつけてくださいね。次はセットアップモードです。購入直後もしくは初期化されたルーターは何も設定がされていない状態です。その状態で起動するとセットアップモードを使用するかどうか選択する画面が出てきます。セットアップモードを使うと対話式に設定をすることができます。例えば名前は何にするか、パスワードはどうするかなど機械の方から聞いてきてくれるので、それに従って設定をすることができます。一見便利なセットアップモードですが、現場で使われることはほとんどありません。設定する側からすると必要最低限の情報だけをスピーディーに設定したいのですが、セットアップモードでは機械と対話をしながら設定を入力していくので時間がかかってしまいます。基本的には現場でセットアップモードは使われませんが、購入直後や初期化した時に出てくるこの画面はセットアップモードで、対話式で設定できることは知っておきましょう。そして次は CLI の基本操作。ここからが今回の動画で一番大切なところです。まだ CLI をあまり触ったことない人はぜひこの動画を使って基本的な操作をマスターしてください。ではパケットトレーサーの画面を見ながら進めていきます。今回はパケットトレーサーの操作にも慣れてもらうために、あえて何も配置していない状態です。手順だけがありますので手順を表示してください。では手順0からやっていきます。ルーターから任意のルーターを選択して配置してください。左下のルーターズを選択して、ルーターは何でもいいのですが、今回は一番右側にある2811というルーターを置きます。ルーターをクリックして CLI のタブを選択してください。すると先ほどお話ししたようにセットアップモードが立ち上がってきます。セットアップモードは今回はノーでスキップをしてください。ではここから CLI の基本操作を一緒にやっていきます。まず Show Interfaces と入力してください。入力できたら Enter ボタンを押してください。このコマンドはインターフェースの情報を見るコマンドなんですが、このように More という文字が出てきています。この More という文字は表示に続きがあることを表しています。ここで Enter ボタンを押すと次の1行を表示することができます。1行ずつではなく1画面ずつ表示したい場合はスペースのボタンを押してください。すると1画面分表示されます。その他のキーを押すと出力中止になります。例えば A というボタンを押すとここで出力が中止されます。出力結果に More という表示が出てきた時には続きがあるということなので、 Enter やスペースを押して続きの画面を表示してください。では手順の3番に移ります。ここからはエラーメッセージについて学習していきます。もし誤ったコマンドを打った時にどのようなエラーメッセージが出るのか確認していきます。例えば先ほどは Show Interfaces というコマンドを打ちましたが、 Show を間違えて Show にしてしまっています。このコマンドを入力してみましょう。入力できたら Enter をします。するとエラーメッセージが出てきています。このように誤ったコマンドを入れるとインバリッドのメッセージが出てきます。インバリッドという英単語は無効という意味を表していることも覚えておくといいと思います。では次の手順4番に移ります。不完全なコマンドのエラーメッセージを見てみたいと思います。ここではショートだけ入力してエンターを押してみたいと思います。入力できたらエンターを押します。するとインコンプリートコマンドと出てきます。このエラーメッセージは後ろに設定値が必要なことを表すエラーメッセージです。インコンプリートなので不完全ということですね。ショーの後ろにどんな情報を見たいのか指定する必要があるということです。では次手順の5番に移ります。短すぎるコマンドのエラーメッセージです。
今度は S だけを入力してみたいと思います。するとこのようなエラーメッセージが出てきています。このエラーメッセージは文字数が短すぎて曖昧であり、コマンドが識別できないことを表します。コマンドが識別できないということは、 S から始まるコマンドがいくつかある中でどのコマンドか識別できないということです。では S から始まるコマンドがどのようなものがあるのか見てみたいと思います。ここからはエラーメッセージではなく便利な機能についてお話しします。まずはヘルプ機能です。先ほどの S から始まるコマンドがどのようなものがあるのか見てみたいと思います。ヘルプ機能はクエスチョンマークを使います。S クエスチョンと入力すると Show SSH という表示が出てきました。今のユーザーモードで利用することができる S から始まるコマンドは Show コマンドと SSH があるということを表します。先ほどの手順5番の短すぎるコマンドというのは、 S だけでは Show コマンドを打ちたいのか SSH コマンドを打ちたいのかわからないということですね。では次、手順の7番保管機能を見ていきます。ではこの Show コマンドを使おうと思うのですが、SH と2文字だけを入力してタブキーを押してみてください。すると OW が保管されたと思います。このように現在使えるコマンドの中で SH と識別できる情報まで打つと、タブキーを押すことで残りのコマンドを保管することができます。 Show Interfaces も IN とだけ入力してタブキーを押すと Interfaces と保管することができます。この保管機能はとても便利なので、ぜひ活用してください。では Show Interfaces で Enter を押してみてください。 More と出てきているので続きの表示がありますが、特に今見る必要がないのでスペースを何度か押して全部の表示を出してください。それでは最後の手順です。最後は履歴機能の紹介です。上のボタンを押してみてください。するとこれまでのコマンドの履歴を表示することができます。一つ前に利用したコマンドは一回上を押すと出てきます。履歴を行き過ぎてしまった場合には下のコマンドで一つ前のコマンドに戻すことができるので、上と下をうまく使って履歴から利用したいコマンドを探して実行してみてください。この履歴機能もとても使える機能なので活用していきましょう。それではパケットトレーサーを見てもらいながら CLI の基本操作について今回はお話ししました。最後に今回の学習内容をまとめておきましょう。今回はまず iOS についてお話しました。 iOS というのはシスコ iOS のことです。シスコの機器は iOS といった OS を使って動いています。次にセットアップモードについてお話しました。購入直後や初期化されたルーターはセットアップモードを使って設定をすることができます。ただ実際問題はほぼほぼ使われない機能になっています。 CLI の基本操作ではエラーメッセージについてお話しました。インバリッドのエラーメッセージが出ているときには誤ったコマンドであることを表しています。インバリッドというのは無効という意味です。インコンプリートのエラーメッセージが出たときには不完全なコマンドであることを表しています。インコンプリートは不完全なという意味です。そしてアンビギアスコマンド、このようなエラーが出たときには短すぎるコマンドで曖昧なコマンドであることを表しています。アンビギアスというのは曖昧という意味を持っています。さらに CLI の基本操作として便利な機能をいくつか紹介しました。まずはヘルプ機能。 S から続くコマンドを調べたい場合は S クエスチョンマークと入力すると S から続くコマンドを表示してくれます。保管機能として Show というコマンドを打ちたい場合は SH と入力するだけで、その後にタブボタンを押せば OW を保管してくれます。履歴機能ではこれまでのコマンドの履歴を表示することができます。矢印の上ボタンを押すことで履歴を遡ることができますので、履歴ボタンや保管機能はうまく利用して CLI の操作をしてもらえればいいかなと思っています。それでは今回は iOS とセットアップモード、あとは CLI の基本操作について一緒に勉強しました。今回の動画いかがだったでしょうか。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。